前に今果敢に立ち塞がる若い友人モートン。ノースカロライナは今燃えに燃えている。2人の力気、果たして勝者はフレア艦モートンか、金網デスマッチのゴングよなれ。さあ注目の一発系世界ヘビー級選手権試合、チャンピオンがリックフレア、チャレンジャーがリックモートン、金網デスマッチ、そのスタートが切られました。今日も一番彼の最近好んで使うチャンピオンカラーであります、紫色のトランクスのビッグフレアですが捕まります。ビッグフレアがコーナーに逃げます。エスケープの表情を見せましたビッグフレア。本間さん、この金網デスマッチでの選手権試合、はい、見どころをいくつか絞ってください。そうですね、ビッグモートン大変こう刺激の多いタイプの選手なんですがね、はい、ただ体力的にどこまでこのビッグフレアを追い込むか、スピードだけじゃね追い切れないと思うんですよね。この金網の中でのタイトル戦といういわゆるそのファイトのダーティーさに関して比較するとどうでしょうか、ね、やはりね、チャンピオン側にねいろいろな試合の経験、爆発、はい、そしてまたこの金網デスマッチの爆発言いましたらやっぱりリックフレアの方が相当上ですね。それとね、モンマさん今よくご覧いただけたと思うんですが、リックモートン顔面にこうマスク状のガードをしてますね、はい、これこの前ね、場外でやられてるんですよね。はい、それのこう鼻っ柱で、ね、痛めてるんでね、これディフェンスしてますよね。果敢に仕掛けますリックモートン、コーナーに再三エスケープいたします。チャンピオンのディック・フレア、金網の中で争われます NWA 世界ヘビー級選手権試合、ノースカロライナ州のシャーロットコロシアムから皆様にお届けしております。睨み合いが続きます。ちょっと横にサイドステップしましたディック・モートン。この負傷流血の因縁が興奮に金網デスマッチになってきたわけですよね。そういうことです。はい、はい、今日もあるいはこの金網の中で血の匂いが激しくする、そういった凄惨なタイトル戦になるかもしれません。さあこのマッチ上のものを剥がしました、回転エビ頭に持っていきましたリックモートンですが、顔面からそのサポートしております。ああ今取り戻しました、再びその顔面に戻しました。リックフレアがその顔面から剥ぎ取りました。この辺りからちょっとエキサイトしてくる、そんな場面も想像されるんですがどうでしょう。いや今ね、面白かったのはレフェリーですね、はい、で突き放されましてね、リックモートンにお前やれと、はい、レフェリーがね味方するような形に今取りましたね。お客さん大変こう今湧き上がったところですけどね、ちょっと不満そうなポーズを見せております。心外な表情を見せております。チャンピオンのリックフレア、わあ何しろロックンロールエキスプロレスのね、リーダーですからね、そういうことだ、人気ありますよね、はい、さあコンタクトした最大ブロックに持っていきました。腕にグッと力が入りますリックモートン、この後どういった技につないでいくかどうか。さあ髪の毛を掴みましたリックフレアチャンピオン、またコーナーでの攻防になりました。セカンドロープに足がかかりましたリックモートンのパンチ、激しいパンチ、パンチの連打リックモートン、いやこのところ顔面にこだわってますね。リックフレアのこの鼻筋のあたりを何発叩き込みましたか、パンチ攻撃で痛めつけましたデックローソンであります。今度は顔面、鼻を掴んだ、わしづかみだ、かきむしります。デックローソンも何か本当に怨念のその今日が実践という、いやそういう感じが変わってまいります。こいつよりももう鼻につかみ全部ここへ叩きつけてますね。はい、鼻こちらにパンチを叩き込まれました。それこそ一打掴みだった、連打で叩き込まれました。この後鼻をかきむしられました。リックレアであります。ちょっとリックレア、その自分のレスリングのリズムをつかみきれない感じであります。相当痛そうに押されてます、リックレア。逆に鼻やられたのがね、災いしましたね。カウントが入ります。今日はまだこの金網デスマッチなんですが、金網を使った高さのある攻撃はリックフレアもリックモートンも見せておりません。あ、防具が自分で痛めましたね。やりましたね、ちょっと手を振っています。リックフレアであります。あれ材質は何ですかね。やはりアメリカンフットボールの時のね、あれだと思うんですよ、はい、はい、
軽くヘッドバット、そして読み込んで低い投げで投げ飛ばしました。リック・マートン飛んだ、いい高さですね。リック・マートンただフォアの体勢に入りましたが、もう一つコントロールしたい場面でした。押されてますね、リック・フレアが。なんて言いますかね、この一つこの顔面に集中する攻撃、やはりどんな男でも嫌ですよね。はいはいはい、フレアの方が嫌がってますからね。その分かきむしりに行きましたリック・マート、鼻を押さえて嫌がっています。チャンピオンのリック・フレア、こういったリック・フレアを見てますと、あの狂乱の貴公子という、そういったプライドの高い華麗なチャンピオンのリック・フレアとはちょっとイメージが違う感じだ。さあホールの体勢はまだ早いですね。大きくジャンプして銃を落とした。これは読まれました、リック・フレアに読まれました。さあリック・モートンとしてはこの後どういう展開にそのリック・フレアを呼び込みたいんでしょうかね。やはり顔面攻撃して金網に打ちつけるようになったりした上で大技、空中技ですね。はい、そのモートンが殺されました。さあそしてバックに回った、モートンがバックに回った高さ、抑え込みの体勢だ、おっと外れました。リック・モートンもなかなかこの辺り瞬間的に考えた技を繰り広げてまいります。ただ今タイミングがずれましたね。はい、わずかにずれました、はい。またコーナーで間を取りますリック・フレア。最近そのチャンピオンのリック・フレアの評価がこうまあ下がってるというか、そうです、防衛戦の内容がね、非常にタイトロープ綱渡りの連続でやりますリック・フレア。今日はこの金網デスマッチ、リック・モートンがチャレンジャーでやります。そういった意味でリック・フレアの最近のチャンピオンとしてのファイト、門間さんどう評価されますか。やはりね、この人はつれつれと言われますけどもね、レフリーなり、それからこの会場なり、はい、全部のものを意外とこう味方にして、逆転っていうか、そういうのが多いんでね、力を落ちてると思えるんですよね。またパンチの応酬、手数で勝りました、リック・マートン、ダウンしたリック・レア。さあ、今折りになって、今度は額の辺りです、タイムに試してました。ダッハイトにはダッハイトで、技には技でという今日のリック・マート。さあ、鼻網に寄り上がった。おっと、これは危ないぞ、危ないぞ、危ない、危ない、危ない、リック・フレア。もう少し、もう少し、トランクスを上げたい。危ない、お尻が丸見えて、お尻が丸見えたチャンピオン。ようやく、マッチに足を戻しました。女性客が多いアメリカの会場ですから、ね、ちょっと発展いたしました。はい、大宮を切ります、リック・マート。リック・フレア怒らなかったら男じゃないですね。怒りますよこれ。まだ呼吸は荒れております、リック・フレアでやります。どうも今日は今一つリック・フレアのリズムがつかめません。バックハンドのチョップ下から引き上げましたが、ちょっと足の運びが乱れています、リック・フレアです。さあ距離を取った、ジャンプした、あっと膝を落としましたが外されました。逆にさあ足を取りました、次を投げた、4の字固め決めましたリック・マートン。さあこれはどうか。これね、自分がかけるものを先にやられたでしょ。これはもう内心しまったっていうか、ものすごい慌ててると思いますよ。リック・マートン4連ぶっちぎり、リック・レアの得意技、足4の字固めを仕掛けました。決まっています、完全に決まっています。これでリック・レアギブアップの声を出そうもんなら、こんな大恥かかることはありませんからね。相変わらず完全にそのフィニアホール全ブロックが決まっている。両肩がつく、リック・フレア苦しい展開です。はい、リング中央ですもんね、はい、これちょっと逃げにくいですが、ロープをつかむには距離がありそうですがね。頭を抱えます、足音の字固め得意技を逆に決められております。あ、逃げたですね、リック・フレアようやくロープをつかみました。危なかったですね、今日のリック・フレアこれまでのところちょっといいところありませんね。そうですね、リック・モートンが大健闘でやります。さすがにこうロックンロールエクスプレスのリーダーリック・モートン、それだけにこうなんか攻めに勢いがあるんですよね、はい、リズムもありますね、まさかこれまでやるとは思わなかったですね、はい、大健闘。このリック・モートンまた足を取っている、両足を落としました、ダブルヒロチンドアップ、リック・フレアの太ももを痛めました。あの股をね開いておいて股先のようにしておいて落としたんですよね、ちょっとない技ですね。さあどこからチャンピオンのリック・フレア攻撃の流れを変えてまいりますか。これまでのところ挑戦者リック・モートンがぐい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 押し込んでおります。
手の首筋にまずパルテールボを落としましたリックフレアですが、まだ足が痛い、ダメージが残っている。リックフレア、さあ前から相手の腕を取った、そして抱え上げた、あっとバックに回りました。レッグマートン、おっ飛ばされました。最低襟固めを狙ったリックマートン飛ばされました。読み合いですね、この辺りは ね、 ね、ジャンプして肘、これも外された。リックレア今一つ調子の波に乗れないか。さあ体勢が入れ替わった、バックに回った、スリーパーだ。リックマートンのあたかじめ決まりました。バショラリングの中央だ。さあどうか、リックレア捕まっています。いきそうですか。ポジションはこれでいいと思うんですが、ちょっとタイミングがね悪かったですね、はいはいはい、ですから体勢が逃げられる体勢ですよね。あたかじめを逃げます、捉えます、逃げます、捉えます、逃げます。この繰り返しだ。リックレア、ロープを掴みたい。リックレア依然としてスリーパーが決まっています。しかし場所はロープに随分近づいてまいりました。あっとリックレアの足がロープを捉えました。しかしレッグモートンが離さないですよしつこいですね。カウントが入りました。ようやく外しました。しかしフレア苦しいですね、今日の防衛戦。もう自分もリズム取れないと同時に、攻めが違うんですね、はい、さあどうか、さあどうか、あっと1個入った。フレインスタートダウンだ。レッグレアダウン、カバーだ、ゴールの体勢だ。カウント2つ。これまたピンチが続きます。リックレア、リックレアが飛ばした、帰ってくるぞ。バックに、おっとバックの取り合いだ。さあどうか、レフリーが挟まれた。回転、エビがダメだ、エビがダメだ。レフリーがダウンだ。ようやくレフリーが近づいて、カウント、あっとタッチですか。さあもう一回だ、もう一回、ああ入りました。今も入りました。リックレアタイトル防衛、一瞬の攻防でしたですね。ビッグフレアのね、はい、今のエビにこう決めていく形、はい、体重を乗せてクリッとこう丸め込みましたね、あそこがやっぱりねうまいですね。なるほど、モトがやったひっくり返したアフな技と違って、はい、これもう一回返しますね、その返しのうまいといいますか、押さえちゃうんですね。ビッグフレア、ビッグモートンを一瞬の返し技で捉えました。タイトル防衛、しかしビッグフレアチャンピオンとして挑戦者との距離がじわじわ実力的に狭まってまいる。